高尾山は東京都八王子市にある標高599メートルの山です。山頂には展望台や高尾ビジターセンターがあり、全長1697キロメートルに及ぶ東海自然歩道の起点でもあります。高尾山は東京近郊の行楽地として有名ですが、元来は修験道の霊場であり、高尾山薬王院は真言宗智山派の大本山として知られております。高尾山には6つの自然研究路をはじめ、いくつもの登山コースがあります。高尾山登山1号路は薬王院に参拝するための表参道で、高尾山で最も人が多いコースです。薬王院に至るまでの参道はすべて舗装されています。途中、ケーブルカーの駅や猿園、杉並木、薬王院を通り、お団子やそばを売る茶屋も数多くある観光コースでもあります。
山頂から東側は八王子市や相模原市などの関東平野の街並み、西側からは丹沢山地や富士山を見ることができます。